こんにちは、レトスの大野です。9月6日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。試験まで残り1ヶ月ちょっとですね。この1ヶ月でも実力は上がります。諦めずに勉強をしましょう。ただ一つ条件があります。それは私がずっと言い続けていることなんですけれども、勉強の仕方を間違えたらどれだけ勉強を頑張っても合格できません。しっかり理解学習を行うこと、これが実力を上げるための条件になってきます。実際理解学習をしているつもりになっていて理解学習ができていない方が多いです。市販の模試はそれほど難しくないので、過去問が得点できていれば市販の模試で40点ほど取れるんですけども、弊社レトスの模試は本試験レベルでそうはいきません。理解学習ができていないと得点できない仕組みになっています。今からでも実力は上がります。また理解学習の確認もできます。ぜひ行って最後に実力を上げてください。弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。債権者は複数の連帯債務者全員に対して格別にかつ同時に全額を履行請求することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。格別にっていうのは一人一人にっていう意味です。債務者一人一人にかつ同時にってことですね。で、連帯債務の債権者っていうのは債務者の一人または全員に対し同時または順次に全部または一部の履行を請求することができます。つまり100万円について3人の連帯債務者がいたと仮定しましょう。債権者は3人全員に対して同時に100万円を一気に請求することって可能なんですね。3人に対して100万円、100万円、100万円っていう風に請求すること可能なんですよ。なので丸だということなんですね。もちろん誰か一人から100万円を返してもらえば、その他の債務者からお金を返してもらうことはできません。これなぜかというと、100万円返してもらった時点で債権者が持っている100万円の債権消滅しますよね。だから請求するのは全員に対して請求することはできるけれども、100万円を誰かから返してもらったらその時点で他の人からお金をもらうことはできませんので、まあこれは当然ですよね。まあこの内容は連帯債務の基本的な内容なんで、この具体例を頭に入れておけば大丈夫です。では問い2です。宅建業者 A 社が業務停止処分に違反したとして免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができない、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。不正手段により免許を取得した場合、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合、この3つのいずれかの理由によって免許を取り消された場合は、その取り消しの日から5年、これを経過していないと免許を受けることができないんですね。したがって、免許取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができないというのは丸になるということです。まあ、基本中の基本の問題ですね。これは解けると思うんですけれども、似たような問題で注意すべき問題があります。引っ掛け問題として出題される部分で、受験生もよく勘違いしている部分なんですね。で、この点は少し話が長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガの方、ご確認いただければ載っていますので、そちらからご確認ください。で、宅地造成等規制法です。宅地造成工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため、10万平米の土地について、切り戸または盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。これは必要なので×ですね。宅地造成等規制法でいう宅地っていうのは、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、まあ、その他政令で定める、公共施設のように供されている土地以外の土地なんですね。で、この政令で定める公共施設のように供されている土地の中に、私立の高校ではなくて、まあ、公立の高校とかは入ってくるんですよ。公立の高校は入ってきます。なので、公立の高校は、これ宅地にはならないですね。まあ、公立の高校のための用地ですね。は宅地にはなりません。しかし、私立高校用地っていうのは、これは宅地に当たります。で、今回は10万平米の造成工事なので、宅地造成等規制法の許可が必要だということです。公立高校用地は宅地ではありません。だから、宅地造成等規制法の許可の対象外で、まあ、許可は不要なんですね。まあ、一方、
私立高校用地は宅地に該当するから、宅地造成登記制法の許可の対象になるよと。これは対比して覚えておくと便利なので、頭に入れておきましょう。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。